皆さんこんにちは、ビーレジェンの小林です。今回は大胸筋の内側をつけていくのにおすすめな種目3つご紹介させていただきます。大胸筋の輪郭を作る種目でもお話をしたんですけども、なかなかね、同じこう筋肉の中でこう外側だけ重点的に大きくするとか内側だけ重点的に大きくするっていうのは実は結構難しいです。全体的に大きくしていきながら、こう結果として輪郭もついたよねとか内側もついたよねっていうことになるのが、まあ一般的なんですけども、我々こうボディービルダーが、まあ、長年ね、経験則的にやってきたこととして、やっぱり部分的に大胸筋のね、輪郭をつけて大きくするとか、内側を大きくして迫力を出すとかね、そういうことをやっていって、こうステージでね、より見栄えする体を作っていますので、まあそういったね、知見も踏まえながらですね、大胸筋の内側をつけていくのにおすすめの種目を3つご紹介させていただきたいと思います。この大胸筋の内側をつけていく時に、まあ重要になってくるのは、まあしっかりね、筋肉を収縮させきるっていうことになります。こうぐーっとね、手をこっちに持ってきて、大胸筋をね、ぐーっと収縮させると分かると思うんですけども、ぐーっとこっちに持ってきて収縮させきったところで、やっぱり内側ってぐーっとこう力が入って収縮してるなっていうのが分かると思います。離していくにつれて、やっぱり内側の収縮感ってなくなってくると思うんですよね。なので、しっかりぐーっと収縮させきったところで負荷が入る、そういう種目を選んでいただくことが重要になってきます。ではそのための種目、第1種目目がバンドを使ったダンベルベンチプレスですね。まあダンベルベンチプレス、バランスを取るためにダンベルとダンベルを近づけていく、こう胸をねギュッと絞っていくような軌道になるんで、大胸筋に効きやすいトレーニングになるんですけども、フリーウェイトの弱点として上げ切ったところで負荷が抜けてしまうというのがあります。この弱点を解消するためにバンドを使ってダンベルベンチプレスをやっていただくことで、上げ切ったところでもしっかりバンドの負荷が加わるので負荷が抜けない、よってこうしっかりね、上げ切って絞り切ったところで大胸筋に負荷が乗ったままになるということで、このダンベルベンチプレス、バンドを使ったやり方というのをおすすめします。そして2つ目がケーブルクロスオーバーですね。ケーブルのやっぱり最大限の特徴として、こう収縮させきったところ、こう普通のフリーウェイトでは負荷が抜けてしまうところでもケーブルがずっと引っ張ってくれるので負荷が抜けないということがあります。なのでしっかりケーブルクロスオーバーにギュッと大胸筋を収縮させきったところで負荷をかけてあげるというのがおすすめになってきます。そして最後3つ目がペックフライですね。だいたいどのジムにも置いてあるマシンだと思うんですけども、これもやっぱりケーブルと同じくグッと収縮させきったところでマシンが引っ張ってくれるので、しっかり負荷がかかったままになるということで、大胸筋の内側をつけていくのに特におすすめのトレーニングです。ぜひ試してみてください。はい、今回はですね、大胸筋の内側をつけていくのにおすすめの種目3種目ご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。